おはようございます。作家の佐藤光郎です。今日は8月14日、日本の新聞の日でございます。本日のニュースがですね、トランプ大統領と世界一の大富豪イーロン・マスクの対談、それが大々的に報道されてるのかなと思ったら、片隅しかなかったので、一体この対談では何が行われたのかということを伝えていこうと思っておりますので、最後までご覧ください。アメリカというこの国がどういった国かという話をしないといけません。 まあ有名な話ですけども、アメリカというのは CSA と USA があるわけです。なのでトランプ大統領がこう、最近撃たれてピシュッてのでと血がこう、なりながらこう、ファイト、ファイトって、もう口パクでしかわかんないけど、ファイト、ファイトでみんなで USA、USA って言ってたコールは。USA コールが沸き起こると、トランプ氏もそれに応え、USA と口にし。 テそれに対して CSA っていうのは何かというとコンフェデレートちょっと C があんま分かってないコンフェデレートステーツオブアメリカということでアメリカ合衆国とアメリカ連合国で戦ったのが、えー、南北戦争ですもう死者誤入して今日は話しますよ死者誤入って何かっていうと 僕はこうみんなに分かりやすく伝える必要があるのでもう大雑把に分かりやすいキーワードだけをこう選定して伝えます民主党側が CSA ですねでそれに対して共和党側が USA まあ、この戦いなわけですどっから話そうかプロテスタントとカトリックの話からしましょうそうしましょうはいイタリアのローマのですねカトリックというものがキリストさんの教えをこう広めていったんだけど その割にはなんか結構お前たちだけいい思い独占してませんかって市民がこうなってくるわけですよ。僕の本によく書いてある話ですけども、人類の発明した最大の詐欺商品は天国であるって、まあ僕がね、本に書いてあるんですけども、 あのー、まあ、誰も見たことがないで、誰も行ったことがない天国というものを、えー、商品とすることによって、教会側としては、実際にこう、大制度を立て直すためのお金が必要ってことで、ああ、いいこと考えた。天国っていう場所があることにして、そこに行くためには食材符という符なんかお札シールね、今でいうポケモンカードのようなものを配って、 それを持っていれば天国に行けるっていうことで、それはもうもちろんブルーハーツも天国へのパスポートをねだるなんてって歌いますよ。ということで、あの、そういうことで、えー、ローマの方のカトリックがね、こう腐敗していくのに、やっぱ市民としては,はーってなるのでルーターあたりが、あの、プロテスタントという、えー、プロテスタントとは抗議するものという意味です。 お前らーって抗議するということで、カトリックバーサスプロテスタントができました。で、プロテスタントのままイギリスに行きますよと、今度はね。で、イギリスに行ったら、また行ったでこ、ここにもイギリス国王というものが出てきて、で、イギリスで、それもまた、あの、腐敗し始めたので、ピューリタンとなりました。それがまあ、簡単に言うとメイフラワー号に乗ってアメリカ合衆国に行きました。で、当時そこには、えー、っと、先住民、先住民って言い方も失礼ですけど、そこで暮らしていた、 あの人間たち、尊厳ある人間たち、インディアンだとかがいっぱいいたわけですよ。ホピ族もいれば、ナホバ族もいれば。もういろんな族がいたけども、もうそれをとにかく白人たちがザッカザッカ殺していって。で、最終的にね、イギリスとアメリカで独立戦争というものが起こって、アメリカという国ができました。はい,い、です、ここまで。なので、あの国はたかたか250年ぐらいでございますと。で、アメリカというものが最初にできた時に、初代大統領が、誰だっけ ホワイトハウスさんじゃなくて、なんだっけ、ワシントンか。ワシントンさんでございます。で、初代の大統領ができました。で、その後ですよ。まあ、さっき言った通り、スペインからお金で州を買い取ったり、フ,レフランスと戦ったりとか、いろんなことして、まあ、アメリカ合衆国というものを一つにしていくわけですよね。なので、あの、正常期というものは、あの、合衆国で合衆していった、 星の数だけできていて、今何、何 ?50 まで ?51 まであって、ハワイで最後終わったのかなハワイまで西に西へとこう侵略していって、で、最後に52番目の日本がちゃんと侵略されてるけども、まあ、星は51個で終わってるという。で、黒人奴隷を使いたいぞーっていう人たちと、黒人奴隷なんて使うな。それによって、自分たち昔からここに住んでる。<laughs> 昔からって言っても、侵略して住んだはずだけどな。おかしいな。まあいいや。自分たちがそれによって脅かされるだろうという、 まあ、保守的な考え方ですね。その、まあ、戦いが起こりましたよと。それが、アメリカ連合国 CSA と、えー、USA が、ユナイテッド・ステート・オブ・アメリカが、えー、まあ、結局、共和党でございます。もともと、放っておいたら殺し合っていい、<laughs> ね、ああいう人種ですから、もう最終的にアメリカ人全員死んじゃうから、殺し合うくらいだったらどうにか投票にしましょうってことで投票してるだけであって、まあ、USAVSCSA の戦いだと思ってください。あの、これ、朝日新聞のサイトから、はい。 ね、僕が説明するよりも絶対わかるます。民主党と共和党どう違うのっていうのがこうやって出ていて。まあちょっとこれ見にくいと思うんです星があってリベラブルでどうしてどうして。まあちょっと楽しかったのは下の方にね、共和党はお肉が好きなんですって。俺知らなかった <laughs>。で、あのー、民主党は野菜,菜菜食者が。で、下の方に行くと共和党はピックアップトラップが好き。で、民主党は EV が好き。これちょっと覚えておいてください。民主党は EV が好き。はい、その上で共和党ですね、トランプ。 トランプさんはですね、今年の7月のね、新聞に載っておりましたけども、アメリカの、えーまあ、石油大手ですね、石油の皆さんたちに、えっ、ー、と、自分があなたたちを応援するから、1500億円の政治献金してくださいっていうことを伝えてるわけですよ。1500億円ですげえよな。日本のあの、政治資金、報告書とかとのレベルがなんか違うような気がするけども、しかもそんな言っていいんだね、自分から。まあトランプはそういうふうに言ってるわけです。石油、 ということは何かというと、あの、エンジンの車なわけです。エンジン車ですね。アメリカという、この、なんだろ、大陸において、もともとジョンのロックフェラーさんが石油というものを掘って以来のですね、多分共和党との石油の関係があるんでしょう。これ、あそう、二人の対談の話をちょっと今日しますけども、楽しかったのが二人の対談の中で、えー、っと、トランプさんがですね、福島のね、あのことを挙げて、もうあそこには人が何千年ももう住めなくなっているって言ったのに対して、すぐにイーロン・マスクはですね、 ええと、いや、そんなことはないと。俺は、福島のあの原発が起こった後、すぐに福島に行って、現地で野菜、生野菜も食べて、ほら、こんなに健康だよって言ったら、トランプさんがジョークでですね、えー、っと、あれ、だからお前最近体調悪いんじゃないか、わっはっは、みたいな。まあ、結構日本人としては笑えない、どっちも笑えないジョークなんですけども、そういった場面がありました。ということで、 え、まあ、トランプさんは、結局のところ、石油を応援していきたいわけです。で、石油を応援していきたいイコール、原発に反対もできる。まあ、だから、ここら辺もごめんなさい、利権がものすごく絡み合っていて、最初、あの、地球温暖化っていう言葉を作ったのが、イギリスの王立政策研究所ということで、なんでそれを作ったかというと、オペックというですね、 中東にあるアラブの,の石油産出国たちがみんな手を結んだときに、これはやべえぞと踏んだですね、アングロサクソンたちがですね、何かいい方法ないかっていうことで編み出したのが、地球温暖化というですね、こう、言葉を、ワードを作り上げることによって、石油をこう頭打ちにさせようというふうな、それからできているのが CO2 で、そして、えー、っと、京都議定書もそうですし、パリでのね、条約もそうなっています。 で、トランプ大統領はそれから抜けるって話をしたわけですよ。大統領の頃に、もうそんなの嘘だと。うん、弾かなんか起こってない。抜けるって言ったのがトランプなので、結局やっぱりあの、アメリカのね、多分ジョン・ロック・フェラーあたりのアメリカの、えー、石油資本がものすごくバックについてるわけですよ。共和党というのはだから自分たちの手で自分自身を守るってことはやっぱりピストルが必要なんでしょうね。に対して民主党っていうのは銃規制反対。で、 共和党というのは、えっと、移民反対移民が来てるから俺たちの生活が悪くなってるんだに対して、えー、民主党というのは移民をどんどん入れていって、えー、国境をなくしましょうみたいなリベラル保守ということでこれも難しいのがどっちが正解ってことを伝えるのもすごい難しい気がするんですよねじゃあ日本においてちょっとだけ考えてみましょう僕の、えー、本に書いてある言葉なんですけども 治安は文化であるって僕は思っていて、治安っていうのはね、文化なんですよ。文化っていうのは長年かけて、その地域の人たちが作り上げていくものが文化なので、治安というものは文化なんですよえ。昔から日本という村に住んでいて、なんか変なことをした人がいました。例えば誰かを強姦した、誰かを殴った、えー、タゴ作さんがいたら、村八部というものにあるわけです。だから日本人っていうのは人の目を気にしながら、村八部に会いながら、その遺伝子がどん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 なくなっていって、治安、日本の治安。別にこれは日本においていいであって、 よっとすると、そのヨーロッパでは人を殴って奪うというものがいいとされる文化かもしれないけども、日本の治安というのはもう文化なので、それがもちろんここで暮らしたことがない人たちがいっぱい流入してくると、これはまあ破壊されるので、今まで通り安全に街を歩くということはもちろんできなくなってくるとは思うんですけども、その一方でね、あの、今日本人はどん,どんどんどん人口が減っていって、 で、地方ではもう道路とかもう穴ぼこだらけの地方が出てきて、なんでかっていうと、結局人が足りてないということになってるわけですね。で、そのためにはやっぱり外国人を労働者と入れないといけない。だけど、いや、外国人が入ってきた、なんか、日本人のアイデンティティがね、とか、ここの暮らしをずっと自分たちで守ってきたす、先祖に申し訳が立たんとか、まあ、いろんなね、思いが僕にもあります。だから、正直言うと、日本人だけでこの国を守っていくのが一番いいような気はするんだけど、現実問題として、 じゃあ、えー、地方に行って、アスファルトに穴がボコボコ開いていくだとか、また老人の介護、日本っていうのは超ですね、高齢化社会ですから、世界と比べても。えー、っと、若者一人で4人ぐらいも老人をおんぶしないといけないようになっていくわけですよ、これが。それ現実に無理ですよね、あの、4人分お,おんぶなんて。だから外国人を入れないと自分たちの首も締めるけど、外国人も入れたくないっていうジレンマで、誰もが頭の中がぐちゃぐちゃなってるから、 解決しないんだと思うんですよ。もう、スパッとこうだっていうのがあれば、もう問題にもならないわけですから。どうしよう、労働力は足りません。だけど、どうしよう、外国人は言えませんで、その間に、このリベラルと補修だとか、移民賛成、移民反対だとか、どっちも現実を見ると、意外と、このお互いの意見の方が合ってるんじゃないかってなると思うんだけどね。はい、その中で今回のトランプさんとですね、えっ、ー、と、イーロンマスクの 対談の大部分もこの移民問題にです。二人とももちろん移民大反対ということで、どっちかというとトランプさんの方が過激に反対だと。トランプさんは確か自分が大統領になった翌日には、えっ、ー、と、国境を閉鎖するだったかな。みたいな形と。で、それに対してイーロン・マスクの立場は、やっぱり、 経営者ですから、労働力が必要っていうのは分かってるから、誰でもこうやるってわけで、来ないでっていうわけではないんだけども、さすがに、あの、犯罪履歴だとかそういったものをちゃんとチェックして、それでもって、えっ、ー、と、移民を受け入れましょう。だって、今来てる人たちって結構犯罪者が多いっていうことが問題になってるので、犯罪者かどうかのチェックぐらいしてとと。で あの、アメリカ人にだって、中国人にだって、えー、日本人にだって、悪い人もいればいい人もいるわけですよ。それはあの、まる国の出身だからという、あの、なんかそういったものではないんですね。比率はあると思いますよ。日本人は温厚だとか、えっ、ー、と、騎馬民族である、えっ、ー、と、そこら辺の人たちは凶暴だとかあるかもしんないけども、割合はね。でも、やっぱり中国人にもいい人いるだろうし、アメリカ人にもいい人いて悪い人もいるだろうし、っていうことで。 ちょっと難しいんだけども、まあ、そこはとにかく二人とも賛成で移民問題は、あのね、ちゃんとしっかりと規制していきましょうという問題と。で、もう一つね、面白かったのがさっき言ったエネルギー問題ですね。そもそも民主党が EV をやっていくぞっておかげでテスラっていうのはボホーって伸びたんですよ。僕覚えてますけど、20年前に僕電力会社にいた頃に、えっ、ー、と EV というものをこう、売っていけば電力会社は儲かるんじゃないですかっていうプレゼンを作ったことがあって、 でも当時誰も EV 知らないんですよ。三菱がアイミーブ作っていたぐらいしかも本当に数百台とかの時代だったから。で当時で言えばですね、慶應義塾大学でですね、エリーカっていう車があって、タイヤが8個あって、そのタイヤ8個にそれぞれあのモーターが付いていて、今はあの中央モーターだけども EV ね。で、すごい独自でもう、なんったら加速1、100の加速も世界記録でポルシェとかも全然抜いていてっていう時代で、別にテスラなんて聞いてないけどなっていう頃に、この エリー,カーもしも国外をガバッと押せば、まあ、すごいテスタとかも超えるだと思うけども、押せないわけですよ。だって、僕たちはトヨタ王国ですし、もちろんエンジンね。エンジンにもいいとこありますけども。エンジン王国なんだよ。で、そこら辺をね、イーロン・マスクは多分上手いと思うんですよね。最初にまずペイパルで成功してるわけですよ。イーロン・マスクは。ペイパルということで決済システムか。すごいな。そこでもじゃあ、金融側に立ち向かって、なんか得たのかな。 で、ペーパーデータ資金で、今度はこのエンジン、化石燃料に対して、こう、喧嘩を打っていくと。で、まあ、とにかく2人は、そこら辺でも政策が本当は違うんですよと。トランプ大統領は、えっと、宣言してますと、自分が大統領になった時に、 EV に今している優遇策全部撤廃するって、そんな人をさ、世界最大の EV 作ってる会社の人が対談してるんだからもうなんか構図がよくわからんように世の中ってお互い手の内にいろんなものを抱えながらやっているんだろうなっていうふうに思いました。まあでもいい面で見ればですね、やっぱり大きなものとの戦いっていう意味においては、うん、やっぱグローバリズムというものがですね、そっちが民主党の方に、CSA 側の方に やっぱ流れるんだろうな。あれも不思議ですよね。トランプ大統領がパキュンって打たれた時に僕のツイッターにあれはトランプ陣営が自分で仕組んだあれじゃないですか自分の支持率を上げるためじゃないですかっていうものへの僕のアンサーで答えたんだけどもうそんなわけがないと。お前は今現,現実世界におけるショート動画ブームを知ってるから、ショート動画って僕たちも1秒。 一秒で、なんか前半分がつまらなかったこう、ふっふっふってする。要するに人間って今忍耐力がなくなっているので、僕その時思ったんですけど、もしもトランプが自分で自分の耳を打ったんであれば、やる時期は今じゃないと。この11月だっら、まあ逆算してもせめて2週間前にあの事件が起こったら、バーってなるのはわかるけども、この7月に起こして4ヶ月後まで人間がそれをもう持続できる忍耐力ないんですよ。もう忘れてるんですよね。そんな、うん、世の中事件が多いから。だからまああれは絶対に自分では仕組んでいないとは思うんですけども。はい。 まあ、あとりとりもない話になりましたけども、こうやってトランプとですね、えー、世界一の金持ち、イーロン・マスクの対談が行われました。今日はですね、民主党と、えー、共和党、CSA と USA の戦い、この朝日新聞のね、面白い、まさかバスケと野球がっていうの。それの最新版で、トランプさんとイーロン・マスクが、えー、お互いにですね、対談しましたよという日、8月14日でした。まあ僕は今日これから沖縄に帰りますので、親父のメンチでですね。 皆さんは日本の新聞をですね、しばらくお楽しみください。ということで、作家の佐藤光郎でした。あ、最後に一つ。あの、まあ、今言った通り、皆さんがご覧のこれは YouTube なんです。で、YouTube では、結局のところですね、えー、グローバリズム側の、えー、メディアなわけですよね。あの、いろんな人が国境を越えてどんな情報でもというとこなので、この、今回のトランプさんと、えー、もちろん Twitter の CEO だから、 という面もあると思うんですけども、アルゴリズム上塗りにくいわけですよで。調べてみてください。あの。 YouTube でトランプとイーロンマスクの対談って全然出てこないです。<laughs> ところが、Twitter でイーロンマスクとトランプのね、対談しちゃうとめっちゃ出てくるということで、この動画をですね、もっと多くの人に伝えたいと思ってますので、いいねボタンをもし押していただければですね、多くの人に伝わります。またですね、こんなどうでもいいような話をですね、どうでも良くないかのようにあったかも話す、そういった特殊な能力を <laughs> 活かしてですね、これからも情報発信を続けていこうと思っていますので、よかったらチャンネル登録、フォローをしてください。で、コメント欄には、 僕が今日死者五入で話した南北朝戦争の話南北朝って言ったら日本になっちゃうね。南北戦争の話だとか、いろんなので間違ったこともあると思いますので、できればね、この草野郎間違ってるぞっていうこの頭のですね、言葉をどかして、あの、本題だけ書いてください。この部分はこうで、詳細はこういうことですって。その方がね、みんな読みやすいと思いますよ。はい。ということでコメントください。いいねボタンを押してください。え、チャンネル登録してくださいという当たり前のような話をしてみました。ぴったり30分ということで、さようなら。